米大リーグのツインズは今年7月のドラフト会議で6巡目指名したばかりのデレクベンダー保守を解雇した。米メディアがその意外な理由も含めて報じている。マイナーリーグでの試合中、打席に立つ相手打者に球種をばらしていたのが原因だという。米スポーツ専門局 ESPN が伝えている。記事は情報筋の話としてミネソタツインズは プレーオフ争いから敗退する原因となった先週の試合で、打席中に相手打者に球種をばらしたとして、マイナーリーグホ守デレク・ベンダーを木曜日に解雇したとした。21歳のベンダーは、コースタルカロライナ大学から7月のドラフトでツインズの6巡目、全体188位、指名を受けプロ入り。参加 A 級のフォートマイヤーズ・マイティマッスルズで8月からプレーしていた。 19試合に出場し打率点200、日本塁打の成績を残している。記事によれば、ベンダーは現地時間6日にタイガース参加レイクランドとのダブルヘッダー第2試合に先発出場した。この中で、複数の打者に先発のロスダン投手が投げる球種をバラしていたのだという。ダンは1回3分の2を投げ4失点 KO を喰らい、そのままレイクランドが6対0で勝利。 フロリダステートリーグの優勝を決め同時にマイティマッスルズのプレーオフ進出を阻止したベンダーがサイン漏洩押しているという事実はレイクランドのコーチ陣からフォートマイヤーズ側へ伝えられた記事はこのような事件が起きた背景をベンダーの行動はレイクランドの選手を驚かせフライングタイガースによる不正行為ではない関係者によると ベンダーはチームメイトにシーズンを終わらせたいと話していたというと伝えている。